メンタルエステスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介したいと思います。今日のブログはこちらです。今取り組んでいることやこれからやろうと思うことに対してもうこんなのできないよと思ってしまうとそれ以上、やらなくなることってあると思います。でも、もう止まってしまったらそれ以上進むことはできません。できないと思うのではなく今自分ができることほんの小さなことでもいいからできることから始めてみましょう、やっていきましょうということが書いてあります。よかったらご覧になってください。斉藤幸男のブログは斉藤幸男アメブロで検索、LINE アットを始めました。スクールのことなどお問い合わせいただけますのでどうぞご登録ください。それでは